明治大学伝統父母会創立50周年おめでとうございます。火の国熊本のご紹介をいたします。熊本は平成28年の熊本大地震によって被災しましたが、全国の方々からのご支援をいただき大きく復興しております。復興の象徴桜町は若者を中心に日々にぎわっており、日本酒祭りやクリスマスマルシェなど週末には様々なイベントも行っております。熊本では路面電車が走っています。車窓から水前寺公園や白川、江津湖など熊本の景色や風を感じることができます。熊本といえばやっぱり馬刺し。熊本の馬刺しは刺しが豊富です。熊本にいらした際はぜひ美味しい郷土料理をご堪能ください。